欲の秋。新潟なじでしょう。ついに初の米炊きます。陽介米を炊きます。と米を炊く。これでやったことねえから結構探り探り、俺が YouTube 出た情報でやっていこうと思います。よし、行きましょう。行きましょう。 OK。 水加減が分かんないですよね。水加減第一関節指突っ込んで、もうちょいかな。ごめん、指つけさせてんじゃん。そっか。あ、そういうことね。そういうこと、そういうこと。恥ずかしい。あ、米と水の、そうよ、水の層が第一関節ね。そうよ。言ってよ。言ってよ。これで蒸らすっていうか、なんか浸す。そうそう、30分から1時間。うん、ちょっとほかっとけばいい。ほっときます。ほい。晩ご飯、はいはい、ついに夕飯と。そう、ついに俺が作ると。でさっき洗ったね、こいつ米をね、ここにゴンとゴンとゴン、なんか米を炊きながらで、今日の、まあ、一品目、はいはい、シチュー。いいね、あったまるね。音使っちゃうけど、具体的にシチューっぽくないけど、パプリカをね。おお、いいね。切り方わかんないけど、まあ、いいや。これでしょ、大体。その中の綿っぽいところ取ってしまうと。普通のこと言ってますよ、ね。うん。いや、いいんだよ、そんな。いいんだよ、俺が作る。俺が作るんだよ。俺が作るんだ。うん、そう。別にみんなに真似してほしいとか全くねえから。俺が作って食いてえのを今日は作ると。いいですね、シチューと。そうそう、まあ、ちなみに俺普段全く料理しないですね、家とかで。全くしない、うん、料理なんて時間の無駄っていうもんないですけど、うん。はい、次黄色。はい。まあね、パプリカ一色だけ買う人いる？いるでしょ。いるか。なんか俺こいつらセット的なイメージあるけど、わざわざ赤と黄色買ってきたもんね。わざわざね。ああ、いいですね、彩りが。やっぱ料理って色味大事ですよね、うん。お弁当とかもそうじゃないですか。うん、あんま気にしねろ。いやいやいや、本当に本当だって俺の母ちゃんはもうだってさ、もう抹茶色の。ああ、いいじゃん。二段の弁当で、あの下ご飯、うん、上焼きそばでしたよ。主食主食主食。炭水化物炭水化物と。それパンチあんな。いや本当に、でも俺好きだったからよかったっすね。全然焼きそばご飯全然食じゃなかった。よう食えんな。シェラカップいいね。うん、便利だよ、ね。俺めちゃくちゃ便利だ。いやー、飯盒で陽介成功するかどうか楽しみだな。いや、本当に分かんねえんだな。あの炊飯に関してはあんまり調べなかった。サボった。飯じゃねえと。俺のキャンプは飯じゃねえんだと。正直な話すると、あんまり今俺、うん、このキャンプ飯に対して、うん、あんまりそこまでこう情熱がなくてですね。まだね。そう。でもやってねえのにそれはちょっとあれだなと思って。やっぱアルミのクッカーってやっぱ黒焦げにしたくなるんですよね。おお、ピカピカだとちょっとあんまり俺ちょっと嫌なんだね。嫌なんですよ、こうもうすすで真っ黒になってほしい。焚き火飯しちゃったねこれね、うん。あ、この音、この音がいいんですよ。普段の生活したら、うん、結構この時間って嫌じゃないですか、うん、何かを待ってる時間って。あ、嫌だね、絶対。あれでしょ、携帯開くでしょ、うん。よう分かりますね、うん。ただ今もう待ってる時間すらもねいいんですよね。はいはいはい。全然そういうっぽいこと言いたいわけじゃないのに言っちゃうんだよな。あ、ちょっと吹き出てきてる。
あ、ほら。ほんとだ。あれ、なんか重し乗せてこなかったっけ。ここ乗っける。そうだ。そうだよね。重しねえよ、これ。石とかねえよ。木は木。木。あ、それさ、さ。軽くない？軽い？まあまあ、ねえよりか。はいはいはい。これでいいでしょ。お、臨機応変ですね。あ、これいいじゃん。いいじゃないですか。これいい。いや、でもこう、3回で今日火つけられたしね。うん、この蓋の開け方かっこいいな。皮膚規模の新しい使い方だね。お、火が乗ってきたね。うん。いや、いいね。あ、いいわ。これはいいよ。このえすごいいいな。すごくいいね。これは今俺今全部がいいもん。今かっこいいもん。これはいい。ロマンが溢れてる。これグッジョブだな。一気に感じ出てるなこれ。ねえ。わかんねえんだろうな。こいつ何言ってんだろうってなってんだよ多分。何がグッジョブだと。うん。俺も多分キャンプしなかったらそう思うもん。確かにな。あ、置いた。置いた。うまいね、今のもう一回やってくんだから。いや、ちょっとチーンって言わせてるっすね、ちゃんとね。やってきます。はい、さっと、さっとで。これ、焚き火飯だな、マジで。いいね。どうや。これいいわ。今初めてこれいいね。これ優秀だ、マジ。これ優秀だな。なんかできたらチンってやればいいじゃん。お行儀悪い。これで米真っ黒だったらやばいな。大丈夫。これもう俺結構おろしていいと思ってるんですけど。ねえ、俺もそう思う。見てみれば一回見る。やっぱ見た方がいいよ。確認。中見るなって言うけど、中は見た方がいいと思う、一回は。しぇ。え、ガチガチになってる。やべ。できてると思う、これ。できてる。じゃあ、蒸らすということで。これ、俺 YouTube で勉強した。もうひっくり返すらしいんですよ。うん、なるほど。どうや。これでなんか下に溜まった水分が、うん、ああ、なるほどね。で、待つと。これ待つ。いったまじで。今日の目標はというと、ガスバーナーを使わないと。そう、なんかできるだけ、まあ、いいんだけどな、いいけど、これで、まあ、今日はね、そういう感じでいきたい。今回は、この日だけでやると。あー、だんだんこう、辺りが暗くなってきてね、このね、焚き火の明かりが陽介の顔を赤く照らすんですよ。いいですね、またこれは。解説したな、今な。で、そうだ、肉切らんとだな。そうね。若鶏のもも肉。おー、素手で行くとこが男らしいね。うん。肉、よつけ入れたよね。肉入れた。全部入れました。一つ忘れてるんす。さっき買ってきたものの袋をおもむろに見てたら、下茹で野菜。言わなきゃバレなかったじゃないですか。これ持って帰ればよかったんです。そのままこれ皆さん見てください。もう入るスペースないんですよ。パンパンだからな。ということで、これそいつは第2陣、第二陣か。これはやりシチューなのに具材が鶏肉とパプリカだけっていう、信じられないでしょ。これがね、これが普段料理しないとこのあれっすよ。しかもさっきお前さつまいもをさ、はい、ちょっと入れますかってさ、っ残したさつまいももあるでしょ。よう覚えてますね。当たり前だよ。すごいね。当たり前ですよ。どこやったそれ。これ第2陣。あ、2陣行こうか。ちっちゃいんでね、ほら、うん、鍋が。そうね。2陣目肉なしだろ。フェーズ配分間違ってますね。そうね。
火が足りねえ。おーいいねー。いい普通にいいんだけどこれ。今めっちゃ感動したね。なんか今カメラ回ってるからかっこつけてさ、シュッてしてた。思ってる。ボツ。いやいい湯だ。これたまんねえな。そう米いいんじゃねえかな。ああ見てみましょうか。おかゆみたいになってたどうしますこれ。まあそれはそれで味でしょ。うん。え硬て。え硬っ。そんなに俺に食わせたくねえってか。あこれね。はたけばちょっと。来てる。来た。お。来た。開いた開いた開いた。でもできてるかはマジで分かんない。開けますよ。いいっすよ。どうした？いや、できてるな。できてる。できてる。完璧。あ、できてる。ちょ、見せたい。ほら。あ、いいじゃないですか。あ、できてるわ。あ、いいじゃん。やった、できた。よかったねー。え、超不安だった。あ、よかった。だー。あ、いいじゃん。あ、いい。やった。やった。米はオッケー。米オッケー。米オッケー。あとちょっと、いろいろ作っ、ちょ、急げ。米がぬくなっちゃう。あんまりしっかり締めるとまた開かなくなる。最中にもう次のやつ行っちゃおう。いきますか。だいぶこの新戦力のねフッ素加工のねフライパンアルマジキこれをまだかそのまま火にかけるって結構やばいことしてない。大丈夫。でも行こう。こいつでそいつで肉を焼きたいんだ俺は。よしよしよし。やっぱキャンプといったら肉の塊を焼きたかった俺は。なるほど。そう。皆様見えますか。まさかのこのサイズで368円。いや安いねー。これを焼くと、はい、ズドンズドンいきます。ほいジューって言わねー。無音。どうですかシチュー。なんかシャバシャバすぎね。大丈夫だ。でも全部入れちゃおう。多分ね、俺も分かってるよ、タクロ君。なんだ。ちょっと不安なんでしょ。え？ちょっと飯の出来が不安なんでしょ。大丈夫大丈夫。なんだ今日これしか食うのないんだからね。だけど。道連れ。やばいやばいやばい。本当にこれしかないんだからね。いやー怖いなー。やべこれ肉焼けなくねこれ。あ今来た来た来た。たぎってきたたぎってきた。あ音が。来たの。捨てちゃうね。うまそう。塩振ってねえや。肉に。はい。タカロ君、塩振ってねえや。もう心配になってきた俺。大丈夫か。だって今味的なやつ、うん、シチューの素しかまだこいつに入れてないし、それだけしか捨てないもんね今。そうだよね。いや調味料焦るな焦ったら終わりだ。塩だけでいこうかな一旦。もうやっちゃおう、うん、いい音。いい感じに来てます。おーこれは絶対うまいじゃん。先に盛り付けしようか。はいはいはい。ちょっと
っぽくないですか。もう俺の中でもパプリカ敷き詰めれば、うん、おしゃれみたいなのがあるんで、これはちょっと誤解を招くな。うわこれはいい。いくぞ。いけ。わーっとー。ね。もう。どうした。最高か。最高か。あら。あら。これちょうどいいんじゃない。抜群。並べて、はいできましたっていうのやりたな。オッケーオッケー。皆さん、ついに完成しました。完成がこちら。まあちょっとね、思ってたのちょっと違うけど、いい感じの晩飯じゃないですかこれ。いいと思う。このメインのおかずあって、お米あって、スープ系もあって、もちろんお酒もあると。札幌。いただいちゃっていいですか。どうぞ行ってみましょう。実食いただきます。お疲れ様です。うい、乾杯。うまい。これはうまいんだよ、分かってんだよ。いただきます。ちょっとお肉からいきます。いいっすよ。ちょっと生すぎたけど、うん、味めちゃくちゃうめ。マジで、うん、初めてのお米、俺が炊いたやつめっちゃ不安だったけど、うん、炊けてる。いい、うん、うまい、うまい。え、こんな炊けんの。すごいね。いいじゃないですか。じゃ続々いきますよ。シチュー。はい。あ、うまっ。マジで。ちょっとうまっ。予想してたらマジでうまいぞ。マジか。うん、で個人的にシチューがやばい。へえ、うん。シチューがやばい。洋介キャンプ進化してきたな、うん。これはいいね。ちょっと素晴らしいね。食ってもらおう。いただきます。いやこれだな。やり尽くしてこのあとまったりして寝るだけっていうのは非常にいい。19時だけどね。19時ですよ。皆さんまだ夜は長いな。貸し切りでございましたよね。俺たちしかいません。自分が寒く寒くなんだ。本当に毎月できる。これはちょっとやってみないと分かんないよね。俺たち的には今もう毎月1回行こうみたいになってるんですよ。キャンプは月に1回撮影して家かな。これからが一番しんどい。やばいね、新潟県だからね。冬キャンプ、雪中キャンプできっかね。いや不安だな。不安ですね。挑戦するってのもいいね。過酷なほど思い出になると思うんだよ。そう。
さーってひとしきり鳴ってたんですよ。とかいやもう人かイノシシかクマの三択だった。三択だよ、まあ、人か獣かの二択